さあ、やってきました。大村関の越冬幼虫100頭数えお届けしようと思います。僕は今現在、毎年、大村関の成虫を1000頭以上育ててます。1000頭の成虫を羽化させようと思うと、この越冬の時点でその倍以上を持っていないといけないということです。全部が生きれないからですね。すべてのこの幼虫が生きれるわけじゃないんで、ちゃんとその数を管理してないといけないということです。そして、そのこの冬の間、100頭ずつ小分けにして、乾燥しすぎてもダメ、湿りすぎてもダメということで、ちゃんと日々そうやって確認をしながら、今冬を過ごしているというわけです。そしてこの幼虫たち、野外から取ってきたものではありません。累代飼育といって、繰り返し育てている蝶々たちです。だから野外には放すことはないです。ぜひ皆さん、でもですよ、野外にも大紫いるんで、ぜひ捕まえて、えのきの鉢植えを作って、ぜひ飼育育てる活動もチャレンジしてみてほしいなと思います。